様ギターはエンジョイされてますでしょうか。今日のテーマはブルース進行キー A をですね、カントリーロカビリー系っぽく弾くコツを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。まずはブルースやロック系でよく使うアプローチの紹介をしていきたいと思います。コードは A7 ですね。こんな感じですね。ジャジーな感じになりますね。これがブルースやロック系でよく使うアプローチなんですけども、コード進行も A7 だけで今やりましたけど、いろんなコードが、次々出てくるコード進行だったとしても、一つのスケールで、一発で弾くとかよく言いますけども、一つのスケールで対応するっていうのが主流になってますね。これがブルースやロック系で使うアプローチになります。次はですね、カントリーロカビリー系っぽいアプローチのコツを紹介していきたいと思います。使うスケールはですね、先ほどと違ってこのマイナーペンタではなく、ミクソリディアンが軸になっていることが多いですね。もしくはミクソリディアン系の似たようなスケールで構成音が近い、例えば A メジャーペンタとか、ミクソリディアンに、ブルーノートを足すとかいろいろあるんですけども、基本はミクソリディアンになってますね。ちょっと例を弾いてみます。バックのコードは先ほどと同じく A7 でいきますね。感じの雰囲気になるんですけども、特徴としてはですね、このバックのコードのコードトーンを含んでいる、フレーズが増えるので、コード感が出ていると、ジャズとかジャズギターに近いアプローチなんですけども、このコード感を出すというのがこのカントリーロカビリー系のコツになりますね。実際にA のブルースで、例題やってみたいと思います。では解説していきたいと思います。今回のアプローチ方法はカントリーロカビリー系っぽくブルース進行を弾くということで、コードごとにですね、ミクソリディアンを切り替えて弾いてます。4小節ずつ解説していきます。まず最初の1小節目は A のミクソリディアン使ってまして、こんな感じなんですけども、音的には3度、5度、6度、ルート、2度から、半音チョーキングしてブルーノートに持っていって、で、戻して2度、ルート、7度って感じですね。で、ここで、次 D7 いきますと、今度は D のミクソリディアンに切り替えますね。こんな感じですね。D から見た5度、ブルーノート3度、5度、3度、ルート、7度って感じになりますね。で、次 A7 に切り替わるので、A ミクソリディアンになりますね。こんな感じなんですけども、音的には3度、ルート、6度、5度で、ここで、
クロマチックアプローチかけます。でここから4度5度で、ブルーノートから3度にアプローチ、こんな感じですね。最初の4小節でした。続いて5、6小節目 D7 になりましたので、また D のミクソリディアになりますね。音的には3度ルート3度で、ここでブルーノートフラット5で5で775度で、7からクロマチックでルートで2度3度5度7度5度って感じですね。これが5、6小節目ですね。次は7、8小節目 A7 になりますんで、 A のミクソリディアンになるんですけども、今度は複音ですね、ダブルストップを使ってます。こんな感じですね。構成音的には、3度で、ここで2度7度で7度5度で、ルート、6度4度から、5度3度ですね。でこのあと、3度ルートからクロマチックアプローチで2度7度にアプローチかけると、こんな感じですね。続きまして9小節目からなんですけども、ここからは小節ごとに行動が変わってますんで、スケールも1小節ごとに変わるんですね。非常に大変なんですけども、まずは E7、 E のミクソリディアンで、ここからD のミクソリディアンで、 A のミクソリディアンで、 E7、 こんな感じですね。ゆっくりやっていきますと、E7 のミクソリディアンから E の5度3度ルートで、7度からアプローチしてルートで、でここがブルーノートですかね。でそこから D7、 3度5度6度、ルート3度5度6度ルートで A7 に変わりまして、 A7 の3度ルート、ここが6度か、6度5度3度ルート6度で、最後 E7 つけますと、こんな感じで1小節ごとに弾くスケールミクソリディアンを切り替えてます。一通り解説してみましたが、いかがでしたでしょうか。今回のネタはコードごとにスケールを変えるっていうのが結構大変だと思うんですけども、まずはスローブルースとかで試していただけるといいかなと思います。今回のネタも気に入っていただけましたら、いいねマーク、チャンネル登録もぜひお待ちしております。またネタ仕込んで、更新しますので、
次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。